中国王オ三オウ魚は、両生逸なユービモク、優美目、王オ省魚か王オ三オウ魚ウ族に分類される、優魚類。別名シナハンザキ、大陸王オ三オウ魚。中華人民共和国の山岳の河川に生息している。日本、台湾などに輸入。全長100センチメートル。皮膚の表面に、イボ状の突起は少なく、体になり、体側面の流気も目立たない。 大型の薄褐色の反紋が入る個体が多い。同族のオオサンショウウオと比較すると目がやや大型で、粉炭が扁平な傾向がある。一方で外観では、オオサンショウ,ウオとの明瞭な識別形態は少ない。2019年に、博物館に所蔵されていた1922年、以前に採取された5標本と1992年に、鉱山で採取した4サンプルの、 ミトコンドリア DMA のシトクロム B の分子系統推定から遺伝的距離が大きいとしてシノニムとされていたアンデリアズスライゴイを復活させ南部個体群を独立種とする説が提唱された標高100から2000メートルにある河川の上中流域に生息する。幼体は水深の浅い場所で大型個体は水深の深い場所で生活する。夜行性で昼間は 水中の岩場などで休む。魚類、カエル、水生昆虫、甲殻類などを食べる。幼体をともぐいしたり、鳥類を捕食した例もある。繁殖形態は乱生。5から9月に、水中の石の下などに、術状につながった200から1500個の卵を産む。卵は飼育下では30から40日で孵化した例がある。全長40から50センチメートルで。 生成,成熟する。中国5名、愛愛魚の由来として、捕まえると赤ん坊のような鳴き声を出すとする俗説がある。中華人民共和国では、食用や美容品とされ、比較も利用される。食用としては、滋養競争、貧血防止、月経不順などに効用があると信じられている。中華人民共和国では1960年から、 養殖が始まり、1970年代には、飼育家繁殖に成功している。飼育家繁殖されて3世代目以降の個体のみ、食用として利用できるとされる。1975年のワシントン条約発行時から、大山サを俗谷で、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。中華人民共和国では2010年の時点で、 国家通級重点保護野生動物として保護の対象とされ、飼育か繁殖や販売にも許可が必要とされる。野生個体の食用禁止、繁殖期の捕獲制限、保護区の設置、植林などの保護対策が進められている。中華人民共和国内で行われた遺伝子学的調査でも推計と遺伝分布が一致しないという解析結果があることから、 人為的輸入による遺伝子汚染が懸念されている。日本では、鴨川水系のオオサンショウウオに対しミトコンドリア、DNA の分子系統学的解析を行った。結果、本種及び本種とオオサンショウ,ウオの主観雑種が含まれていることが判明した。ありがとうございます。